全然興味ないね俺あんなもの。2年経ったら返さなくちゃいけないんだろう。せめて尖閣という名前つけて返してやればいいんです。石原知事は先週パンダの赤ちゃんの名前についてセンセンとかカクカクとかつけてやったらいいなどと発言していて、中国側からは友好関係を破壊しようとしていると反発の声が上がっていました。